どうも、あさきです。本日の動画ではですね、こちらなんと、まあちょっと今更感はあるんですが、データ FPV さんからシータスプロ FPV キットをご提供いただきましたので、ちょっとねこちらをレビューしていきたいと思います。で、レビューする前に、これベータ FPV さんが出してる初心者向けの、まあ、シータスシリーズっていう、プロポと機体とゴーグル全部、セットになった FPV キットですね。こちらが、販売されていて、で本当にもうこれから FPV を始めるぞっていう方は結構ねお値段もお安いので、入門機としてまあこのシータスシリーズを買うという方が多いんですが、ちょっとね調べたところ、このシータスシリーズ今種類が1,2,3,4,5 なんとシータスシリーズと、あと最近出たアクイラってやつを入れて全部でね5種類FPV のキットが出ていまして、でもまず何が違うんだっていうところからちょっとね、分からなかったのと、まあ多分みんな知りたいんじゃないかなと思ったので、そこからまずちょっと、私が調べたことをご説明していけたらなと思います。でですね、こちらベータ FPV さんのホームページなんですが、このページのこれですね、シータス RTF シリーズやつを押すと、初心者向けのベスト RTF 機ということで、こんな感じで1,2,3,4,5種類機体が出ていて、それぞれこんなパーツを使ってますよみたいな一覧はあったんですけど、ちょっとねこれだけじゃそこまで違いが分かんないかなと思ったので、私の方でまとめてみました。でまずシータスライト FPV キットということで、こちらを押すとね2種類ありまして、一つはまあ普通にシータスライト FPV キットで、もう一つはシータスライトキットということで、これはゴーグルがつかない、もうAmazonとかで売ってるようなトイドローンと同じ感じのものみたいですね。というのと、一回ざっと全部ご説明すると、二つ目が、シータス FPV キットということで、こんな感じのパッと見普通っぽいなーって感じの FPV キットで、次がシータスプロ FPV キットで、これもさっきと何が違うんだろうってパッと見た感じあって、で、その後が最近出てきたアクイラ 16FPV キット。で、これは、あ、なんか見た目からしてちょっと違うな。でも何が違うんだろうって感じ。で、最後にシータス XFPV キット。で、これもなんかパッと見、あ、ちょっといかつくなったけど、まあ何が違うんだろうって感じのこの5種類ですね。で、レベル的には左からどんどんこうランクアップ。で、お値段ですね。一番左が120ドルぐらいがこのゴーグル付きの FPV バージョン。で、FPV がつかない機体とプロポだけだと、まあ60ドルぐらい。で、だんだん160ドルぐらいとか230ドルぐらいって感じで、最終的には300ドルぐらいという感じになっております。で、それぞれですね、私の方でちょっとね、Excel にまとめてみました。初心者向けシリーズ比較ですね。で、一番左のシータスライト FPV キット。で、これはコードポジショニングが、バロメーターでポジショニングしてるって書かれてて、で、一個上に上がると、レーザー、バロメーターとレーザーでポジショニングしてるので、まぁ、ちょっとグレード落ちるかなっていう感じなのと、あとは、これが、オートホバリングが、垂直のオートホバリングは機能としてあるんですけど、一個グレード上がると、垂直と水平のオートホバリングが効いてるので、で、まあそこもグレードダウンしてる。だったりとか、機体がブラシモーターなんですね。今はもうドローンってほとんどブラシレスのモーターになっていて、で、ブラシモーターとブラシレスモーターの違いなんですけど、まずブラシモーターは安いくて多分扱いやすいんですけど、ちょっとまあパワーがあんまりないっていうのと、寿命が短いんですね。飛ばし方によっては、数回飛ばすと、もう、モーターがへたっちゃって使えなくなっちゃう。っていうのが、ブラシモーターですね。なんでまあ、初心者で、ちょっと飛ばすとかだったらブラシモーターで、お値段安く抑える。でも、まあ、ありかなっていう感じなのと、あったあった。でね、超古い。これですね、ブラシモーター。こういうやつ。ですね。で、一方、ブラシレスモーターですね。まず、ハイパワーで、寿命が長い。ただまあ、価格が高い。
って感じかな。で、こちらに戻って、フライトコントローラーは、なんかシータス FC みたいなのが乗ってて、で、VTX が 25mW 出ます。これはゴーグルアルバンですね。で、これはレベルアップしても、まあ、25mW で、で、アクイラになると、どんどん25から350mW とか、映像が届く範囲が広がるよって感じですね。で、カメラのチルトも、まあ、25度になってますよとか、あと、プロポのグレードもちょっと低いですね。ゴーグルも VR の02FPV ゴーグル。これは、レベルアップしても VR02 だったり、というところと、飛行時間は結構ね、この一番端っこと2番目と3番目までかな、が4から5分。っていうので、まあ、フライト時間は変わりませんよ。あとは、飛行距離もまあ80メートル。これも1、2、3。で、最初の3つは80メートルですよ。あとは高度維持がついてたりとか、なんか衝突した時にモーターが止まるような機能がついてます。スピードを2段階に変えれますみたいな機能がついていると。で、まあレベルアップすると、3つのフライトモード。これが N モード、S モード、M モードとの3つのフライトモード。他レベルアップすると。ということで、1つ目のシータスライト FPV っていうのは、機能的にもレベルが一番下。で、かつ、ブラシモーターですよと。いうところが特徴になるかな。じゃあ1個レベルアップすると何が変わるかというと、これがシータス FPV キットで、値段も40ドルぐらいですね。1ドル150円6000円ぐらい、まあまあまあって感じです。で、このシータス FPV キットですが、これは機能的にはまあ1つ目のものよりちょっとグレードアップで、いろんな機能がついてるよといったところになります。で、この2つ目のシータス FPV キットとシータスプロの違いはもうほとんど機能的に同じっぽいんですよね。この辺も同じ、レシーバープロトコルも同じで、違うのがブラシモーターなのかで、プロの方はブラシレスモーターになってるので、ここで結構機体的にはまあパワーだったりとかもちろん違うのかなという感じですね。あとはカメラの角度も25度と30度ですね。で、カメラは同じものを使ってて、プロップも同じですね。どっちもライトレディオ2 SE を使ってて、シータス FPV キットがね、なんかモード2しかないっぽい感じだったんですよね。シータスプロ FPV キットはモード1と2で、まあ、切り替えられますといったことが書いてありました。で、ゴーグルも同じですね。で、モーターが、まあ、ここブラシモーターとブラシです、モーター。になっていて、で、まあ、プロペラのサイズもちょっと大きくなってるという感じですね。で、重量は、シータス FPV キットはバッテリー付きで 35g で、シータスプロ FPV キットは 33.19g ですね。バッテリーこれなしですね。で、あとはどっちも1セルです。というのと、フライト時間は同じですね。電波が届く距離も80メートルと。機能的にも、高度固定機能が同じくあったりとか、緊急着陸ですね。プロポの通信が途切れたりとか、バッテリー残量少なくなったら、緊急着陸しますっていう機能がどっちもついてたりとか、あとは3つのフライトモードを、ワンキーで切り替えることができますとか。で、まあ、ほぼ同じ機能を持ってます。あと、1個だけ違う機能が、プロの方には、タートルモード。がついていて、ひっくり返った時に起き上がれるという機能がついております。なので、このシータス FPV キットとプロの違いっていうのは、ブラシモーターなのかブラシレスモーターなのかといったところと、あとまあタートルモードがないのとあるのぐらいかなという感じですね。でですね、まあこれ新たに出てきてしまったアクイラ、これはね、もう見た目からして結構違っていて、まずお値段はそんなに変わんないですね。で、違いとしては、まず受信機が ELRS になっておるというところと、VTX が、まあ、25から 350mW 出ることで、今までのシリーズは全部 25mW だったのが、結構距離飛ぶよってことで、まあ、外でも全然飛ばせそうだなってところと、カメラアングルも15から30度に調整できますといったところと、で、カメラは今までのと同じで、プロポも今までのと同じですね。ライトレディオ2になっていて、ゴーグルが今まで VR02 だったんですが、ここから上は VR03 のゴーグルになっていて、これがゴーグルの録画ができるようになってます。ここが今までと大きい違いですね。
重さもちょっと重いけど、まあ、47.1g なんで、全然 100g 以下ですね。と、あと、バッテリーが、このアクイラ向けのスペシャルバッテリー。なんと、今までこの 450mAh とかだったのが、1100mAh のスペシャルバッテリーをつけることができます。それによって、飛行時間が、今までまあ4、5分だったのが、8分に伸びるというところが、結構大きい違いかなと思ってます。あとは同じくコード維持とかエマージェンシーランディングとかフライトモードも同じく3つですね。でタートルモードもついてるというので、この飛行機能としてはプロキットと同じなんですが、このフライト時間が伸びたっていうのと VTX のワット数が増えたというところが大きな違いというか進歩かなと思います。まあ値段もそんな変わらないので、買うならこっちかな、これですね。で、バッテリーがこんな感じですね。他の機体だとこういうバッテリーなんですけど、こっちのバッテリーも機体にはさせるようです。私が買うならプロキットか16の方か、ちょっとね、初心者さんはどっちを買うべきなのかちょっと悩ましいですね。ただですね、やっぱこのアクイラ16は後から出ただけあって、安定性とかもすごかった動画をちょっと見たんですけど、のと遠くまで飛ぶし、ゴーグルも録画できるし、フライト時間も8分っていうので、まあ、かなりいいのではないでしょうか。室内で飛ばすときはちょっと悩ましいかなという感じですね。ただですね、あのベータの担当の方に聞いたところ、アクイラ16はブラックフライデーのセール用の限定品なのかなみたいなことをおっしゃっていて、なので多分今ある在庫がはけたら追加生産はしないんじゃないかなというものになります。で、ただユーザーからの要望が多ければ追加でリリースしますっていうこともおっしゃってたので、ちょっとね、まあどうなるかまだわからないキットになっております。で、最後に、シータス X FPV キットですね。で、これが60ドルなんで、まあまあ、金額上がります。で、これがまあ、初心者向けキットの中では最上位になるんですが、シータス X FPV キットは2種類ありまして、一つが ELRS のベータフライト FC のバージョン。で、もう一つが FR スカイのシータス FC のバージョンの2つあります。んで、FC も、ベータフライト FC バージョンと、シータス FC バージョンで、まあ、違う FC を使ってます。で、この FC なんですが、こんな感じの、もう普通の、こういうタイニーに乗ってるのと同じ FC が乗っていて、なので、設計とかも、ベータフライトでやることができるようになってます。で、VTX も、25から400と、25から350というので、距離的にはやっぱどんどんこう、レベルアップしてるって感じですね。で、カメラ角度も0度から40度まで変えれると。カメラも今まで C02 だったのが C04 にレベルアップなのかなしているというのと、プロポが今まで2だったのが3になってるよと言ったのでレベルアップしております。で、あとはゴーグルは VR03 アクイラと同じですね。重さも 55g ですね。結構かつい感じになっております。あとは他の機体と違うのがミセルですね。ミセルなので結構パワーがあるよという機体ですね。で、フライト時間は5分と。あとは、シータス FC バージョンはコード1があって、エマージェンシーランディングもあるというのと、N モード、S モード、M モードがあって、で、ベータフライトの場合は、もうベータフライトで設定するので、アングルホライゾン、エアモードですね。タートルモードもついてるよといったところになります。各機体の違いは、こんな感じになります。あとですね、外で飛ばすんだったら、シータスプロ以上かなっていう感じもしますね。はい、そんな感じです。というわけで、まとめると、まずシータスライトは、一番安いんですけど、機能が最低限。で、モーターがブラシモーターだ。で、その1個上のシータス FPV キットは、これまあお値段もちょい安めなんですけど、まあブラシモーターなので耐久性がそんなにない。で、その1個上のシータスプロはここからブラシレスモーターになっていて、で、あとまあタートルモードが必要っていうのが大きな違いですね。で、そこからさらに1個上の、アクイラはこれは結構違っていて、で、まずまあ飛
行距離が伸びたよっていうのと、ゴーグルのレコーディングができるよっていうのと、飛行時間も伸びたよというところが大きな違いになります。で、最後のチータス X ですが、まあ一番大きいのはやっぱ FC ベータフライトの FC が乗っかってるというので、多分本格的に始める人には一歩近づいた作りになっているというところかな。 VTX の距離も長いですし、あとニセルになっているのでパワーも強いというようなものになっております。ただし X 買うんだったらもうなんか普通の普通の機体こういうの買っちゃってもいいんじゃないかなと個人的には思いますね。でちょっとね、シータスプロのレビューをしようと思ってたんですけど、予想以上に、期待比較で、ちょっとね、一人で白熱してしまって、時間が、結構時間取っちゃったので、こちらの期待レビューは次回の動画とさせていただこうと思います。ぜひね、ちょっと、これから FPV 始めたいっていう人で、まあ、どの期待買おうかなと悩んでる方は、ベータ FPV さんの初心者シリーズは、まあ入門にはいいんじゃないかなと思っております。で、私も FPV 一番最初に始めた時に、やっぱり高いんですよね。で、もう最初からそんなハマるかもわかんない趣味に、最初からそんな投資したくないと私は思っていて、で、多分そういう人も結構いるのかなと思ったので、まあ、とりあえず飛ばして、で、自分がハマるか見極めたいっていう方は、最初ね、この3つセットで、この3つセットでこの値段ってすごく安いと思うので、で、多分設定ももうしてあるんですね。まあ、これ買って多分ハマる人は絶対グレードのいいプロポとかゴーグルとか機体に、まあ、絶対買えると思うんですけど、まあちょっとハマるかわかんないなって人は、まあ最初にこれを買って様子を見るというのは全然いいかなと思います。あとは、最初やっぱ機体をめちゃくちゃ壊すんですよね。もう壁にぶつけまくったりとか、どっか飛んでったりとか。で、壊しまくるので、最初は、ちっちゃくて安い機体でいいんじゃないかなと、私は思ってます。あとはですね、今回のこのベータ FPV さんの初心者シリーズは、まあ、全部 100g 未満の機体になるので、航空法の対象外となります。なので、機体登録とかはしなくてよい。ですが、ゴーグルを使って飛ばすので、開局申請とかはしなきゃいけないです。まあ、買ってすぐ飛ばせるものじゃなくて、まあ、アマチュア無線取って、買って、開局申請ちゃんとして飛ばすというところは必要になるので、そこだけね、買ってすぐ飛ばせるようなものとは違うので、注意してください。それでは、今日の動画はこの辺で、バイバイ。